大谷翔平、全小学校にグラブ寄贈。なぜ、3個ずつ。その理由にネット衝撃。その考えはなかった、神。企画外のプログラムには、賞賛の声とともに、キャッチボールは2人でできるのに、なぜ3つずつなんだろうという疑問が上がっていた。この疑問に対し、ニューバランスは、大谷翔平選手は、幼少期から野球を楽しんでいた経験から、日本全国の各小学校へ3つのジュニア用野球グローブ、右利き用2個、左利き用1個、小学校低学年用サイズを寄贈することで、子供たちが楽しく、キャッチボールをする場面を想像していますと説明している。ダメーカー使ってる NPB の選手であと6個ずつ、寄付しようぜ。試合ができないだろ、あと9個とバットとボールもだ早くしろ。左利きって古今東西 10% くらいって言われているけど、野球やる人の場合も同じくらい多少多い。プロ野球選手の左投げの割合とかどれくらいやろ。左利きにまで気を使える人はなかなかいないよ。小学生の時に野球やる時に左利き用がなくて、右利き使ってキャッチしたらグラブ捨てて左で投げてたな。多分そういう左利きの友達の話も聞いてたんじゃないか。左用を入れてるのも立派だし、9個18個みたいに配って野球やらせる圧みたいにしないのがいい。あくまでキャッチボールでもして野球始めるきっかけにしてねってスタンスはいかにも大谷らしい。さすが一流選手は考えることも違うわ。ノース字だなんて言えないな。20年後ぐらいにスーパースターになってる選手たちがみんな大谷のグローブ嬉しかったですって言いそうなのの胸熱だな。大谷翔平箸を巻いたね。その素晴らしい行為は10年もしたら甲子園あたりで発芽するよ。皆さんは大谷選手のグラブ寄贈どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。